皆さんこんにちは、ピアノの峰優子です。いろいろありました2020年、もうじき終わろうとしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。厳しい状況の中でしたが、私は8月に8年ぶりのレコーディングをしまして、12月25日にソロアルバムリスト巡礼の年第1年スイスを発売するに至りました。そして年明け2021年は少しでも良い年になればと思うんですが、こちら第1弾のコンサートとなりますけれども、1月9日にプラチナコンサートシリーズ三船優子ピアノリサイタルが開催されます。まだまだ大変な状況ですので、お越しいただくのも心苦しいところもあるんですけれども、昨年デビュー30周年の際に、リストの巡礼の年第1年第2年を演奏したんですが、その中からも、今回も数曲選びまして、そして新たに取り組んでいる新曲もありますので、ぜひお越しいただけたらと願っています。1月9日土曜日午後2時から白樹ホール、三船優子ピアノリサイタル、どうぞよろしくお願いいたします。お待ちしてます。